ップストップストップストップ、何待て待て待て、はい、さあ皆さんこんにちは。はい、本日皆さん僕一人スタートということで、本日は2人ドッキリをしていきます。本日のドッキリはいつもと一味違って悲しい内容となっております。ってことで本日の契約、弟が撮影中に気絶したら兄は心配してくれるのかよ、検証かけるドッキリでございます。本日は兄にドッキリをしながら検証していこうと思います。本日僕らは YouTube 撮影をする予定だったんですよ。お題を決めてその場所に兄弟で集合できるのかという企画を本日は撮る予定でした。この企画はまだ兄には説明しておりません。今からね、兄がここに来てその企画をね、兄に説明するんですけど、その企画の準備をしている時にこの僕が兄の真横で気絶するわけなんですよ。その時に兄は果たしてね、どんな反応をするのか、心配してくれるのか、それとも放置するのか、皆さんで一緒にその反応を見ていこうと思います。兄が来ましたよ皆さん、兄が来ましたよ。あいつトランク開けた、やべえめっちゃ寒い。お疲れ。お疲れ様です。これからだよお前仕事は。寒い寒い寒い。いや、なんでこんな一気に寒くなったのかな。やばくね、ガチやばくね、凍るんだけど。いや体調崩すよなこの気温は。一昨日までマジでもう夏だったよね。てかお前かっこよくなったな。当たり前だろお前、俺がかっこよくなったいい頃お前もかっこよくなってんね。何よお前。いや俺らいい髪型だなこれ。え、マジそんなに合ってる。え、よくね。うわー、レオナルド・ディカプリオじゃない、ジャック・ローズ。過去最高にこれ短くしたやん。結構短いね最近では。え、結構いいねこれ。なんか動画撮るの楽しみだね。なんかジェルつけてる。え、つけてるよ俺、ジェルつけてる。ドンキの安いジェルだけどさ。いや大丈夫、あの俺の方が安いよ絶対。お前いくらだよ。ドラッグストアで298円ぐらいなの。いや俺275円。負けた、あと20円安くしようと。でも俺ジャンボサイズだから。いや俺も結構ジャンボだよ。もう何グラムだよお前。わかんない、俺のよりは長い。あーそれを、いや俺のよりは長くない。いいから早く企画説明しろよ。え、さっきしなかったっけ。まあまあなんとなく分かったけど、もう一回やろう。はい、本日はですね、面白い企画をやっていきますよ。わかりました。お題を決めて集合しろ。は、意味わかる。お題を決めて集合しろ、まあなんとなく分かる。もう ML のことだからもうね、お互い全部通じちゃってるでしょ。例えばガソリンスタンドをお題とします。はい、2人とも同じガソリンスタンドで集合できるのかどうかですよ。ただ言うのはガソリンスタンドとかカフェとかで果たして同じところに行けるかどうかってこと。そう、公園とかドライブスルーとか。なるほどね。やっぱ仲良しのはずならこれできるんだよ。だってガソリンスタンドって言ったら俺らがいつも行くガソリンスタンドやん。そうだね。わかる。まあ2つぐらいあるけど、まあなんとなくあそこだよな。いや、やっぱさ、いつも一緒に一番多く行ってるところにさ、お互い集合するやん。これはね、仲が良くないとできない企画なんだ。なるほどね。例えばドライブスルー、まあこれはもうなしになっちゃうけど、ドライブスルーだったらいつものあれだよな、のとこだよな。そう、いつも企画でやってるところに行くし。ああ、そんな感じでお題を言って果たして同じ場所に行けるかどうかってこと。そう、お前はこのベンツで、俺は今からポルシェ出すからポルシェで一緒にスタートして、はい、その場所で集合できるのかという企画を本日はやろうと思います。わかりました。ちょっとじゃあ別々で移動するんだね。じゃあ目的地までね。うん、本当はこれタクシーでやりたかったんだけど、まあ車持ってるしそれぞれの車でやろうかなって。3つぐらいやりたいじゃん。ガソリンスタンド、スーパー。あ、いいね、スーパーいいね。ちなみにスーパーも結構あるよなここら辺。いや、いっぱいあるな。5個ぐらいあるよね。けど大体もう決まってるじゃん行くところって。まあ俺はもう頭の中でわかってる。でも俺ちょっと一個浮気してんだよねスーパー。とりあえず今話しても仕方ないんでカメラ回してオープニングだけ撮りましょうか。わかりました。え、3つ目どうしよう。いや、まあ3つ目は後で考えよう。公園とかでいいと思う。回りました、行くよ。はい、はい、じゃあ A です。よろしくお願いします。本日はですね、お題を決めて集合しろ。よいしょ。ってことで皆さんやってきました。はい、本日はですね、お題を一つ決めてその場所に2人とも行けるのかどうか、その場所で集合できるのかどうか検証していこうと思います。例えばカフェだったらね、いっぱいある中で果たして同じカフェに行けるのかどうか、ガソリンスタンドだったらいっぱいあるガソリンスタンドの中で同じガソリンスタンドに行けるのかどうかやっていきたいと思います。やっぱり僕らはね、もう双子以上に双子のね、もう兄弟なので、もうやっぱカフェといったらもうあそこね、スーパーといったらあそこってもう決まってるはずなんですよね。今から僕はポルシェを出してくるので、はい、エムラはちょっとベンツで待機してて。承知いたしました。
よし、じゃあ俺ポルシェ取ってくるわ。分かった、取ってくるわって、お前なんか言い方おかしいだろ。ポルシェ取ってくるわってなんだよお前、大事にしろもっと。いやポルシェ取ってくるから同じ場所からスタートしよう。わかりました。で、果たしてね、同じ場所にたどり着けるのかやっていきたいと思います皆さん。オッケー、まあちょっと寒いから、うん、ちょっと走って取ってくるね。バカ寒くね。いや本当に一気に寒くなったよな。なんなんこれ、どうなったの。地球温暖化であったかーいと思ってたらいきなりもう氷点下ぐらいになりそうでさ、もうこれさ、もう体ショックだよね、もうわかる。ショック、ショックってお前、本当にショックになる必要ないって。待って、目が見えなくなったんだけど。目が見えないなんてな、でしょ。やべ、一瞬めまいしたんだけど。目が見えないなんてな、アンテナがね、壊れるとテレビも見えない。つまんない。気持ち悪い。え？待って。え？大丈夫大丈夫。いや、たまにあるよね。見えなくなった。アンテナ？お前のアンテナがちょっと崩れてきた？いや、めまい、たまにお前ない。ああ、疲れた時とか目つぶるとなんか白いの見えるんだよね、こうやって。マジ、目の前今見えなくなったんだけど。オッケーオッケー。寒いよ。いや大丈夫、走って行ってくる。なんか来ていく。いや大丈夫大丈夫、いらないいらない、気をつけろよ。うん、すぐ来るね。待ってるな。5分後にここで集合ね。分かった、気をつけろよ。連絡しなかったら。待つ、タイマー。ストップ。何？待て。待て。おい。えねす？もういいよ。わかった。イネス。おい。イネス。オムシャケモナンタマズ。イネス。タマナルトキシャケモナドム。アンビティ、終わり。おい。イネス。おい。寒いな。わかった。暖房つけよう。オッケー、ほら暖房つくから今から。待って、イネース。すいません。おいドッキリだよ、ドッキリ。は？はい、てっつれー。ごめんなさい、すいませんでした。おいバカ、お前防災センター呼ぶな。いや、いたからたまたま。ふざけるな、お前。弟が撮影中に気絶したら兄は心配してくるのかでした。当たり前だろ、お前。心配どころかボコボコにつっかんな、お前。俺抜きで、お前、あっち行ったら。お前、今回信じただろ。もういいで、お前。ね、倒れたり気絶したり。もういいで。普通にさ、さっきの企画やろうよ。何がしたいの、お前。入ってくるよ、さ、これは気づいたから、こういうことでさ、どうぞ、先に失礼しました。いや、マジは絶対皆さん本日のご視聴、あ、しょ、まあ、やっぱりさ、俺らのね、動画をね、こうやってね、ファミリーの方が見てくれてるってことをさ、やっぱ健康があってからの俺らの動画じゃん。だから健康第一にしないとそもそもみんな見てくれられないやろ、わかる？なんか最近救急車多いね、この辺り。どんどんなんか音大きくなってね。え、まさかこっちの方来てる？来てるよね、これ。来てるどころか止まったんだけど、それ。あれ？防災センターがこっち呼んでる。ってことは、お前がさっきすいませんって言うから救急車呼ばれたよ、お前。ああ、私日本語何もわからない。ああ、お前そんな、お前、ああ、まだ動画回ってた、お前、無駄な救急車を呼んだことがバレた？逃げるか、カチッ！逃げてもお前もう無駄だよ、お前塞がれてるよ。逃げても無駄ないよ。お前税金の無駄遣いしたことがバレたよ、お前。いや、そんな兄弟どこにいる、ここにいる。あ、お前これどうすんだよ。何人情だよ。お前これ気絶炎上だよ。気絶炎上だよ。